はいどうも、しょいてみです。お願いします。というわけで本日はですね、ミズノビヨンドマックスレガシーの、新作バットを仕出していこうと思います。よろしくお願いします。私、今までねビヨンドマックスレガシーをめちゃめちゃ使ってたくさんの、ね、結果を残してきたと思うんですけども、今回それをさらに超えたレガシーメタルという、ね、バットが出たということで、こちらをね使って打っていきたいんですけども、そもそもこれはどういうバットかっていうと、レガシーと比べてだいたいちょっと 20g ほど、重くなってるという話です、はい、このバット自体どういう人に合うかというと、ちょっとこう上級者向けのバットらしいんですよ、噂によると。僕がそもそもね上級者なのかっていうところなんですけど、そこはちょっと無視しといて、こちらを今回打っていくんですけど、まあいつも通りね狭山のグラウンドで今回撮影するんですけど、今日はね5人の協力者の方と一緒にやっていくので、後日その5人の方も、実際にこのメタルを打ってもらって感想とか、守備をしてる方とのこの守備のどういう打球だったかっていう話も、聞いていきたいと思いますので、レガシーメタルシリーズが多分多くなると思うんですけど、そこはいろいろ試していくので、ぜひとも見てください。ちなみにこちらのバットトップバランスとなっておりまして、ミドルはないので、まあ今まで僕が使ってたレガシーはトップの 84cm の 720g だったんですけど、これはトップの 84cm の 740g と 20g アップということで、振った感じねあんま分かんなくて、まあブン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 振れるんですけど、まあ僕の場合あまり気にしないところはある。その理由としては、大体このバットを振る前にヘッドランバットを振っているから。ヘッドランバットっていうのはミノルマンさんが出したバットなんですけど、ヘッドが重いのでグンとこうヘッドを走らせるようなバットを使うことによって、重いバットでもヘッドが走るっていうことなんで、まあ 20g ちょっと増えたぐらいじゃちょっと僕のこのスイングはあまり変わらないのかなと思います。はい、まあ、軽くちょっとレガシーの打球もちょっと一回打ってみつつ、メタルを、打っていきたいと思いますので、これから、やっていきます。それでやっていきます。風がいい、風が。どう？メタルいきます。それではメタル初打ちしていきたいと思います。いいですか、いきますよ。じゃあよーしこれね流れていったけど、なるほど、1球目はこの辺だった。ちょっと重さ感じたかもしれないです。じゃあ多分感じてるんじゃない？多分守備の人ら多分違いを感じてる気がします。俺も今感じました。高さが出てる。あっやばっ、すごい伸びた今。え、さっきと同じような振りをしたんですけど、なんか伸びてる。あとずしんとこう打感を感じる。公式みたいです。あっ、なかなか落ちてこなくない？今日はね、ありがたいことに前のレガシーもそうでした。撮影日強風っていうなのでちょっとあれですけど、あ、今いける、今いける。あ、やばい今のは俺の技術不足。でも本気で振ったらちょっと重さを感じるかもしれない。でもちゃんと当たったらすごい飛ぶんだろうなってちょっとやばそうっす。ああ高いけど距離はあれだけど高さがすごいかもしれない。これホームラン競争じゃないかな。ちょっとこれをもうちょっといきます。流れてる。ああ今すげえ変動がだった。どうなんでしょうか。伸びが結構伸びがやっぱあるな。これ試合だったらどんぐらい飛ぶんだろうってちょっともう今日ナイターで試合があるんですけど楽しみです。あっはい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 。今結構良かったんだけどな。やっぱ風だな風。あやばくない高さは。はい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 。打った感じどうでしたか。打った感じそうっすね。そんな重さは感じないかなと思ったけど振っていくとちょっと重さは多少感じた。あとはこの打感もまあレガシーと比べるとやっぱほんとほんの少しだけど重さは感じるんで、そこでこう押し込んだことによって飛ぶかなって感じ。だから今日はちょっと風が強すぎて全部ね戻されてましたけど風ない時に打ったら多分もっと飛ぶんじゃないかなって。風ない時に試してみたいですね。そうっすね。レガシーの時もね初日風だったんでまた別の日にやると思うんでその時にまた本当の飛距離は見せられるかと思うんですけども、実際にこう打ってみて見た感じ高さっていうんですかフライがバー上がった後のこのいつ落ちてくるんだろうみたいなのはすごい感じたかなと思います、はいはい、なのでこれはね買いかなと思います、まあ、実際にちょっとまあ重く感じるんだったらまあちょっと短く持って振るのもありだし、まあ、この重さをまあ利用して遠くに飛ぶんであれば試合で実際使ってみてどうなるかっていうのを今後試していきたいと思います。ありがとうございました。最初レガシー言ったじゃないですか、はい、それとメタルとのこの打球の違いみたいなのをちょっと感じてたら教えてほしいんですけど。もう始まってますよ。始まってる分かりづら今日、まあ、風が強いんで高い打球に関しては結構戻される感じはあったんですけど、ただライナー性に関しては打球が死なないというか最後までこう走り抜けるというイメージはあるかな。なるほど。多分何個か多分風がなければ普通に入ってたんじゃないかな。何個かあったので打球の威力っていうのはちょっと違うのかな。なんか高さはなかなか落ちてこないなっていうのはありませんでした。そうですね。あ高さはすごかった。弾道はやばかった。なかなか落ちてこないな、はい、なかなか落ちてこないなとはあります。いつ落ちてくんだろうな。だからどこで打ってるかにもよりますよね。ああもうそうだね。だから先っぽで打ってるのにあんだけ飛ぶとか、根っこで打ってるのにあんだけ飛ぶとかっていうの対象かなと、比較対象かなと思うんですけど。そうですね。レガシーがそもそも先端ちょっと飛ばないようになってたけどメタルは飛ぶようになったみたいなんで先端でも同じぐらい飛ぶんじゃないかっていう、そういうことですね。そこが気になります。はい、ありがとうございます。以上です。今日風が強かったんですけどやっぱそれでもやっぱ打球は伸びるなって感じやっぱ感じましたね。通常のレガシーに比べてもやっぱ打球の上がり具合も違いますし、普段自分外野やんないんですけどこれで外野ついたら万歳1試合で3回ぐらいはやっちゃうような感じでしたね。人工芝だともっと速いんじゃないですか。球足を見た感じだと。今日結構芝が結構深いんでなかなか打球来ないかなと思ったらなかなか球足速かったんで多分内野とかつく人も危ないし外野も危ないんでやっぱみんな守備練した方がいいんじゃないかなって感じがしますね。今日はありがとうございました。じゃあ荒木さんトスありがとうございました。はい。トスしていて何かメタル感じたことはありますか。やっぱレガシーとレガシーメタルだと打球の上がる高さが全然違いますね。あと初速打った球の出始めのスピードが全然速いんで野手もとっさに動かないと打球に間に合わないことが多いのかなと思います。まあいずれもしかしたらメタル、荒牧さんも自分で購入するかなんか使うことがあるかもしれないですけどどういう打球を目指してますか。やっぱりせっかく飛ぶバットを買ってるんでやっぱ柵を越すことを目指したいと思いますね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では栗地さん、はい、後ろからのカメラ、手持ちカメラありがとうございました、はい、手持ちカメラをしていて何か感じたことはありますか？レガシーメタル。そうですね、自分本職外野手なんで、外野手の視点で見たんですけど、弾道がすごい高いので、で今回風が強かったので、すごい流されてるイメージはあったんで、ちょっと外野の守備力ちょっと向上しないとなと思いました。以上です。終わりですか？もう、はい、終わりです。はい、実際に打ってきたんですけども、まあ先ほど言ったようにこのバット、まあ皆さんがたくさん話題にしてると思いますが、レガシーメタル非常にいい感触はありました。まあこれがもちろんこの1本目のレガシーが、まあ、最初の動画ではありますけども、今後もっとさらに進化した映像が出せると思いますので、その辺チェックとか、してもらえたらなと思います。今回はこの風がやっぱすごかったんで、視覚的なこの結果は、見れなかったかと思うんですけども、今日はたくさんの方に協力してもらって、やらせていただいて、非常になかなか落ちてこないなっていう、こう気持ち的な部分だったり、まあ、振ってみてどうかっていうところまで今日は感じたので、それが少しでも伝わったらなと思いますので、よければチーム内、チームもしくは個人で、購入の方を検討してみてはいかがでしょうか。このバット次第でね、野球が変わるっていうところもありますし、まあ、いろんなバットがありますけども、やっぱレガシーが僕は一番かなと感じましたので、この辺で終わりたいと思いますので、ぜひともレガシーメタル後日またいろんな形でレガシーメタル出すと思いますので、チェックの方よろしくお願いします。それではチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それではあらしゃー、ひき肉ですチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょー！しちょうへい TV2022 年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。